はい、ポーズ。こんにちは、ボンです。フクロウさんです。ママとフクロウさんです。よぴよぴよぴよ。今日は掛川花鳥園に来ました。最後まで見てね。ガガ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 。どこで？これ飛んでないの？じゃあこれでこれで、はい、今からね、静岡に行きます。はい、ですよ。700S に乗れます。やった。引っ張りたこ飯。あ、後ろになんか走ってるよ。あれ、の方からすごくねリクエストいただいたところに行ってみたいと思います。すごい、めっちゃかわいい。でもさ、人気ちゃうね。うわ、後ろから見て、めっちゃかわいいで。ここいる。うわ、来た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 。ポーちゃんどう？ないとこがさ、絶対落ちる。めっちゃ近いじゃん。やるよ。チャリーン。一番でかい子にあげる。めっちゃ集まってきたよ。うわー、うわー、あそこ見た。このペンギンさんのやつをねやろうとして終わってました。触んの？硬いかな？柔らかいかな？うわ、かわいい。ポちゃんどう？あったかい？あったかいやん。こてつかっこいい。はい、女の子。あ、羽や。触っていいよ、これ。柔らかいでしょ。体温はどれぐらいなんですか？38度くらい。
で、ここはペンギンの翼ですね。骨で分厚くなっています。触った感じはヒレみたいな感じ。よいいなぁ、ふわふわなんや。はい、カメラが、はい、カメラ、はい、おーすずちゃん前見て、すずちゃん次はママの番だぞ。セット、うわ大きい。なんか目がめっちゃ綺麗で、横から見たら。あ、そうだね。わあ、ほんま、うわ、目がすごい。すごいわ。すごい。今で何キロぐらいあるんですか？この子で2キロくらいあります。2キロ、これ何ですか？こちらお肉です。トトロみたい。すごい、あったかい。めっちゃツヤツヤ。なんかポポちゃんより大きいで。こちらも触っていただいてもいいんですかね？大丈夫ですよ。めっちゃ怒らないんですね。めちゃめちゃ慣れてるのね。すごいね。目の瞳孔がすごい。うわすごいわ。めっちゃ可愛い。可愛いわ。買いたいな。こんな感じなんだ。ココイ。何食べようかな。バケットに乗ってる。うん、でこっちはレストランやけど、うん、こっちはカフェで営業時間が違う。ポーちゃん、それ何？じゃーん、フクロウさん。見て、めっちゃすごいな。今日はね、完全に温室なんで、今冬なんですけど、めちゃめちゃあったかい。ポーちゃん、それ何の形になってんの？ママ、ベジタンスが海藻からやってます。目玉。あ、目玉が。あらららららら。うん。どう？甘い。トトのカレーとどっちが美味しい？ここのカレー。見たことある。このクロワッサン甘くて美味しい。トトは焼きそばです。これめっちゃ美味しい。フクロウに仮装してるというよりはママにフクロウが乗ってるみたいな感じが乗っ取られてる感じがする。メインブラックみたいな感じ。メインブラックってさ、ここに寄生しとるやん。フクロウに操られてんの。ココイくよー。うわ、何やこれ。うわー、うわー、うわ、リンゴかな。ほらほら。綺麗な、うまい。めっちゃおるやん。それ何？メダカかこれ。もう集まってきた。
ございます。あ優しい。食べ方が早すぎてる。なるほど。え、来てくれんね、あっちから。こんにちはって。やられましたね。ふんやの。すいません。ありがとうございます。全然汚くない。あ、全然臭くない。花鳥園って書いてる。そうだ。パープル、パープルで知った。パープルは紫色ってこと。できたよ。わ、おーちゃん、それ何？ペンギン。ペンギン。塗り絵コーナーがありました。袋？フラミンゴやって。いただきます。あー、美味しい。わー、美味しそう。歩いた体に染み渡るわ、この甘さが。じゃあママ次これ。うわ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 。抹茶の味がめっちゃ濃くて、本格的な抹茶ロールやったわ。美味しいこれ。餌はね、全部現金で100円なんで、両替機はあるんですけど、もうね、たんまりと100円玉を握りしめて持ってきた方がええな。目玉を親父じじこっこいでしょ。買うでー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わー、なんか美味しそうな匂いしてんね。うわー、飲み込んだ。うわ、うわ、あ、あ、バイバイ。はい、おお、そう、わあ、いけた。はい、うわ、ピート、こうちゃん何すんの？うん、うわっ、うわー、どこいる。見えて、なんかでっかいダチョウみたいなやつ。倍以上やからあかんよ。
下に置いてあるよ。それ何？ワイルドストロベリーができる瓶です。ここでお土産買いに行く。こっちがミニタオルで、こっちがキーホルダーなんや。何枚入れんの？知らん。ペンギンってこれ？うん。やってるぞ。はい、フラミンゴ。やだよ。フラミンゴが当たりました。ちゃんと掛川花鳥園って書いてある。いや、どれ買うん？まさか。もちろんこれでしょ。いやいや、これ一択やろ。飲んだことない、食べたことないやつを知らずに死ぬのが一番嫌や。予想以上に楽しくて、時間がね、過ぎるのがめっちゃ早かったです。あと100円玉はたくさん持ってきてた方がおすすめです。これからも子供と行けるスポットや面白い列車に乗っていきますので、チャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。じゃあ次の動画まで、またねー。ガーここで職場のロッカーみたいな。掛川花鳥園は視聴者の方からたくさんおすすめしていただいており、今回行けてよかったです。地元の方がおすすめするだけあって、すっごく楽しくて、珍しい猛禽類を間近で観察もできていい勉強になりました。100円をたくさん持って行ってみてくださいね。鳥のキラキラを落とされる可能性も大ですので、汚れてもいい服装で行くのをおすすめします。ここでしょ。ライスやねんけど、うん、タレかけがあるの。タレかけ、うまかないよ。おいしい、これ。おいしい。うわ、いただきます。どうぞ。どう？おいしい。家のタレかけご飯と全然ちゃうで。おいしい。お水のおかわりいただいてもいいですか？せっかく浜松来たもんな。行こうか。うわあ、うなそうになったわ。ただいまホテルに帰ってきました。夜食でこれを食べたいと思います。なんかこれめちゃめちゃおしゃれとって、青のおまんじゅうってなかなかないもんな。めっちゃ青やで、めっちゃ美味しい。博多通りもんをもっとほろほろにした感じ。美味しい。はい、ございます。朝です。今から朝ごはんを食べます。福沢駅で買った掛川メロンパンです。クリームたっメロンです。ここでしょ。今から掛川花鳥園のお土産紹介をします。どう？ハシビロコウの生チョコクッキーでーす。でね、こうちゃんはペンギン触れてちっちゃいナッツを触れた。いや、めちゃめちゃ楽しかった。ピンクと白が入っとうわ。いただきます。それはあの乾燥剤ですね。あー、こりゃ美味しい。チョコとクッキーの間やけど、だいぶチョコより。噛んどったらチョコレートになってしまう。じゃあね、次はこちらです。ハシビロコウのね、ツンデレバッチ。顔面フクロウバッチ。フクロウさん。これはね、最後のね、出口のところにありました。で、これをママは買いました。
瓶で育てるワイルドストロベリーの元です。元です。もちろん掛川花鳥園のオリジナルグッズもあるんですけど、いろんな鳥グッズがありました。だからね、鳥好きの方はね、あそこに行ったらね、まあもちろん大好きな鳥も見れるし、触れるし、鳥グッズをね、大量に一気に購入することができます。じゃーん、コーラです。しかもね、普通のコーラちゃうね。牛タン。牛タンじゃないな、うなぎコーラでーす。バーン。これがなんか食卓とか調理スペースに置いとったら、これ紹興酒とかなんか味付けに使うようなエキスかなと思ってまうよな。私も飲みたい。オッケー。苦い。苦い。なんかさ、これさ、お薬みたいな味。コーラの中にセイロガンをちょっと突き込んだ味がします。でも そんなにセイロガンって感じじゃないけど、和紙みたいな素材に金の箔押しでうなぎってなってます。なんかすごい高級感があるので、ぜひね、なんかお土産にもいいなと思いました。